頸椎の関節に圧をかけ、動きを回復させる動作です。両手の指をうなじより上、首の中央から左右1センチほど外側の部分に置いていきます。指の力で前に向けてやや圧をかけながら、同時にゆっくりと上を向く動作を3回から5回程度繰り返して行っていきましょう。真上を向くほど首を動かすのは NG です。指の位置を2、3箇所上下にスライドさせながら、この動作を行っていきましょう。